こんばんは。12月12日土曜日の夜でございます。平山茂です。どうもこんばんは。土曜日です。土曜日ですが、今日もねお仕事っていう方、本当にお疲れ様でした。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。そして大丈夫ですよ。大丈夫だからね。今日私はですね、家でゆっくりさせていただきまして、めちゃくちゃ寝ましたね。今日は本当に寝ました。いっぱい起きたのは12時半ぐらいですかね。12時半ぐらいに起きて、いや本当に、いやちょっとだいぶちょっと体の調子も良くなってきましてね。やっぱ睡眠って大事ですね、改めて。本当にいや大丈夫だ。大丈夫。今どこ向かっているかと言いますとですね、私今環七をずっと北上しておりまして、目指すはですね、板橋区常盤台にある町中華の慶州さんに行きますから。いやほんと美味しいんでね、ちょっとね食べに行こうかなと。僕ちょっとやりたいことがあるんですけど、今後というか、その、大丈夫だよってずっとやってるんですけど、僕が結構やりたいなと思っていることっていうのがあって、それがね、インタビューなんですよね。本当にこう、もちろん知ってる方、僕が知ってるね、友人とかにもインタビューしたいし、本当にこう街で出会った人とかにもちょっと突撃でインタビューとかしてみたいんですよね。ちょっとで、内容として聞きたいことっていうのは、あなたの人生のことを教えてください、どういう人生を歩んできたんですかっていう、あなたのことを教えてくださいっていう、なんかね、ただ聞きたいんですよね。どういう人生を今まで歩んできたのかっていうのをなんか聞きたいんですよね。すごい興味があるんですね、人の人生にね。そういうのやっていきたいなと思ってるんですよね。なんか大丈夫だよにもなんかつながるような気がするし、なんかまあ興味がある人もまあそれなりにいるんじゃないかなっていうのと、あとはこう記録としてね残したいなっていうのがあるんですよね。こう僕がもしインタビューをしなかったら、その人はこのカメラの前で語るその言葉をねこう胸にしまったまま、もしかしたらこう寿命とかでね、こういずれこうお亡くなりになったりとかっていうことがあると、なんかもったいないなっていう気がするんで、だから特にね老人、おじいちゃんとかね、おばあちゃんにいっぱいねお話を聞きたいなっていうのはあるんですよね。やっぱこれは後に残せる本当に希少というかね、貴重な本当にお言葉だし、一つの資料にもなるし、データだと思うんですよね。だからこういう貴重な本当に我々よりも年齢を重ねた人たちのちょっとした仕草、言葉、表情っていうのは、本当に後に残る貴重なものなのかなと思いますね。だからちょっといずれちょっと今後やっていきますので、ぜひお楽しみにしておいてください。ところでね、今日一緒に慶州に向かってる、今日はねお友達といいますか、お兄さんというかね、東京の兄貴的存在の方がいらっしゃるんですけど、その方にもね本当は勝手にカメラ回してインタビューしようかなと思ってたんですけど、それはちょっと無謀だなと思いましたので、ちょっと今日はしないですけども、いずれお仕事とは全く関係ないこの人生についてのちょっとインタビューというところでね、ちょっとご協力いただけたらなと思っておりますんでね、ぜひ
出します。いやでも興味あるよね。まあない人はないと思うけど、俺はすごい興味がある。やっぱ年がいっていればいっているほど、なんかその人が本当どんな人生歩んできたんだろうなっていうのは本当に興味があるし、ただ聞いて終わりじゃなくて、やっぱ記録に残したいっていうのが本当すごい僕はあるんで、だから今後、平山茂タイトルチャンネルのね、タイトルが、まあ、平山茂の地球見聞録っていう名前なんですけど、全てやっぱそこにあるんですよね。やっぱこの日本なら日本、あと世界っていうところでいろいろ回ってね、その瞬間その瞬間の映像を記録に残したいっていうのが、もうこの平山茂の地球見聞録を始めたきっかけでもあるので、まあ、大丈夫だよは本当にその一環、その中の一環といいますか、はい。まあ、毎日配信したいっていうのもあったんで、まあ、いずれちょっとそういうね企画やっていきますので、これからもよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もお願いいたします。慶州はまだつきそうにはありませんけれども、慶州さんでねカメラを回せるかどうか分かりませんが、まあ、今日はこのぐらいにしておこうということで、また明日会いましょう。ちょっと長々とね、いろんな自分の野望について話しましたけれども、また明日会いましょう。大丈夫ですからね。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫だから。それではおやすみなさい。また明日。チャーハン。